こんにちは、ゆうじです。英会話を勉強している人は、ネガティブな言葉を使う人が多いような気がします。まあ、できないとか、えー、上手じゃないとか、私には難しいとか、喋れないなどなどですね。まあ、英会話の勉強について聞くと、まあ、こんな言葉が返ってくることが多いなというふうに感じます。しかしながらですね、ネガティブな言葉を使っていても、英会話は上達していきませんで。逆にですね、ポジティブな言葉を使うと、英会話は 上達していきます。は、まあ、ですね。まあできないと思っていたらですね。まあ、できないんですね。まあ、失敗すると思います。例えばまあ、野球選手が今日は無理かな？なんて思いながら、打席に立つことはまずありえないと思います。まあ、これは絶対に打てないからなんですね。まあ、できるとかやれるとか打てるという風うに思いながら、打席に立つから打てるものだと思います。 それと同じようにですね、まあ英語は苦手なんで、なんていうふうに言ったりとか、まあ思ったりしながら英語を話そうとしてもうまくいくわけがないんですね。なので、普段からできるとか話せるといった、そのポジティブな言葉を使うと英会話が上達していくということになります。というわけで英会話の上達のためにもですね、ポジティブな言葉を使うようにしましょう。まあ挨拶しかできないんですっていうのを まあ足厚くらいならできますとか、えー、短い分しか話せないんですっていうのを短い分なら話せますというふうに言い換えるだけでも良いと思います。まあこれで英会話が上達していくので、まあ、試してみると良いと思います。以上です。今回も動画を見ていただきありがとうございます。